バイプシュタットはドイツビュルテンベルク州ラインレッカー郡に属す小都市。この都市はバイプシュタット自治体行政連合及びブルンネンレギオン観光地区に属している。バイプシュタットはクライヒガウ北部シュバルツバッハ沿いに位置する。ハイデルベルクの南東約 20km、ジンスハイムの北約 6km にあたる。この都市は北西にナイデンシュタイン、 北東にヘルムシュタットバーゲン、東にネッカービショフスハイム、南にジンスハイム、西にツーツェンハウゼン及びエッシェルブロンと境を接する。中核地区であるバイプシュタット地区のほか、バーナウ地区、ダイスバッハ地区がこの都市に属している。バイプシュタットの眺め文献上の最も古い記録は795年のものであるが、この場所にはローマ時代から入植地が営まれていた。 様々な状況証拠がある。フランケン時代にバイプシュタットに防衛施設が設けられ、1200年頃に都市圏が与えられた。この当時の都市やその記録は大火によって消失してしまったが、1347年にビンプフェンの例に習って皇帝ルートビヒ4世はその都市圏を追認した。バイプシュタットはその歴史のうち多くの時間を担保に出されていた。 はじめは、シュパイアー市教本部に、ついでヘルムシュタット家に、さらに、プファルツ選定校に長期間という具合である。この間、パイプシュタットは、帝国直轄地への復帰を目指して様々な働きかけを行ったのだが、結局成功しなかった。市の防衛施設は、17世紀に、その一部が、19世紀にはついにその全てが撤去された。 バイプシュタットは1803年にバーデン大公領となった。1971年にダイスバッハがこの年に合併した。バイプシュタットの視聴者、バイプシュタット市議会は14議席からなる。図柄、金字に赤い爪と赤い舌を見せる黒い和紙。この紋章は1337年の印象に基づいている。ブルンネンバイプレ道路交通バイプシュタットは、 連邦道 B292 号線沿いに位置する。この道路を使って約7キロメートル離れたジンスハイムインターチェンジュ経由で連邦アウトバーン A6 号線に接続する。公共交通機関バイプシュタットはシュバルツバッハタール鉄道沿いに位置する。この路線はエルゼンツタール鉄道全線とともに2009年までに電化されラインネッカー S バーン網に組み込まれる。 これによりハイデルベルクやマンハイムに乗り換えなしでアクセスできるようになる。このほか、バス路線がジンスハイムとの間を結んでいる。バイプシュタットはフライブルク大司教区の暗い日がウ、首席主催官区本部の所在地である。ありがとうございます。